他のスティラーだろう。監督もこの選手には特別な期待を寄せているようです。リオゴジョータ、チームを勢いづかせる選手が控えています。シルベア、それ誰だ。速さを生かした突破を得意としています。少しエキサイトしています。ステファン・サビッチ、監督からの指示を受け後半から投入です。パーティー、素晴らしいカバーリング、取り返します。センターを突破、ラフィーニパスを出してきた。繋がりません。フォンタース、そして突破していく。ジョーレン・ジュセッペ・ロッシー、1点を先制しました。ナイスセーブ、キーコカシージャ。ナチョ・フェルナンデス、後半の頭からフレッシュな選手を入れています。エレプロパッサー、マテオ・コバチッチ、ネットを揺らしました。ドミニカン・モンスター、マリア・ロディアス、このボールが3点目、ハットトリックとなります。ニコラス・サンソーネ、見事なゴールです。美しいゴールです。新作西川は、この選手の成長ぶりにサポーターも大いに期待しています。特大の右サイドバック、キーのピンサカイ。あや、ヨシーダ、待望のゴールが生まれました。魔法を使う熱に、ヒーヨシ・キヨタゴールという結果を残しました。日本のダイナモ、オタル・ラナプチ、試合を動かした。イルラチボス、ケンスケ・ホンダ、このゴールで勝利に近づいた。ユウヤ・オンシャト、見事なゴールです。理想的な攻撃でした。カモン・メッシー、マダム・サイト、フェルナン・ジーニョ、確実に決めてきます。ル・ペティ・ディアブル、アントワーヌ・グリーズマン、ここで決めてきた。カナリアの魔術師、ダビッド・シルバー、ゴールに叩き込んだ。見事に1点を奪い取りました。セーブ・アナヴェ・ムーナネット、リオネル・メッシー、ここでゴールを叩き込む。スーパー、スーパー、スーパー、ピッポー、フィリッポ・インザーギー、この試合3得点目、ナイスゴールでした。魔術師、トランサー、ハットトリック、得点を量産します。ホークス・ノーバー、1点を先制しました。シャワー・ゴールドバー、確実に決めてきます。ザ・キャノン、ガレス・ベイ、ここで同点、試合終盤に意地を見せます。も大きな喜びを見せます。カロス・バルデラーマ、ビューティフォーゴール、ガブゴール、ガブリエル・バルボーサ、練習の成果を存分に見せつけます。エルピス・ベレーノ、ルイス・スワレス、待望のゴールが生まれました。ブラジルの至宝、ネイマール、3点目を決めてきた。